<music> えー、先週僕コロナにかかりました。あの、月曜日にはその頭クラクラして火曜日にその咳と下痢が出てで水曜日発熱になって発熱して診察受けて薬もらってで木曜日に PCR 検査を受けたら金曜日に結果が出てでコロナの陽性ですっていう風に出てで、その 7日間、発生してからにし、その7日間、自粛しなきゃいけないんだけど、その、7日目の日曜日が、うん、僕、左利きのエレンのそのリアルダッシュゲームと、あの、鉄道地図の公演ってやつを予定入れてて、それ楽しみしてたのに行けなくなりまして、もうタイミング悪すぎんだろっていうふうに思いました。あの、ワクチンをその3回目受けてなかったんですよ。2回目受けたのが去年の11月で、まあ3回目はもう2回受けた方がいいかなと思って、まあ完全に甘く見てました。もう、 完全に僕は安全、コロナが収束するまで、もうずっと安全地帯から高みを見物してたかったんだけども、甘く見てましたね、りょうさまです。本日2022年の11月の、何日だっけ忘れた。21か。21日の夕方5時くらいですい。今回の話は、あの、表現者、まあ表現者、創作者、クリエイターっていう立場が、払拭すべき価値観、3つの価値観っていうのを語っていこうかなと思います。 ま、表現者が払拭すべき三つの価値観っていうのが、嫌なら見るなっていうのと、文句言うならお前が作ってみろっていうのと、俺の作品を正しく読み取らない読者が悪いっていう考え方です。で、純不動で説明していこうと思います。あの、今年のね、まず今年の前半期に、ま、大炎上した大怪獣の後始末っていう映画があったんだけど、まあ、これがネットで炎上しまくって、 炎上した時って、その炎上されてる側って、もう沈黙しておく方がいいんですよ。その炎上が終わるまで。黙ってる方がいいんだけど、やっぱ何か言いたかったんだろうね。で、そういう監督さんが、その炎上に対して、その釈明動画を、釈明っつうか、インタビューってやってて、やってたらしくて、いや、こういうのが伝えたかったんだけど、伝わんなかったっすねっていうふうに、まあそういうことを言ってて、で、またその言い訳が炎上してたんですよ。で、客のせいにするのか、伝わんなかった客が悪いって言うのかよ、みたいな感じで。 まあ炎上してたんだけど、僕は、なだろうな。もうすでに世論が、まそういう悪い先入観で見ちゃってるから、その言い分を悪いように捉えちゃってるところもあるんじゃないかなって思うんですよ。僕、一応まだマスタダな気持ちで、まあ読んだんですけど、別に。言い訳はしてたけど、責任転換はしてなかったんじゃないかなって思うんですよ。伝わんなかったっすねっていう風に、うまく伝わらなかったなっていう風には言ってたけど、ちゃんと読み取らない。伝わんない。お前らが悪いみたいなことはまだ言ってないんだよね。ギリギリ言ってなかった。 だから、それはちょっと、まあ、悪く取りすぎてるていうところもあるんじゃないのかな、ていうふうに思いました。思ったんだけど、まあ、その一線を超えたやつってのが、まあ、いまして、僕の身近に、まあ、読み取る方が悪いみたいなことを抜かしたやつがいまして、あの、まあ、最近話してる、まあ、僕の中でリンゴちゃん事件、違う、違うな、あの、ジョちゃん事件っていうふうに呼んでることなん、その案件なんだけど、まあ、リンゴさんっていうアマチュア漫画,画家が、その自作の漫画を僕に見せてきて、で、僕は素直な感想、 素直に思ったことを言ったら、まあ、そう、つまんねえって言ったら、まあ、逆言いして、動揺して、で、僕の読み取り方が悪いとか、年代が違うから、まあ、受けないんだとか言って、そういう風に、創作者としてのくすみてえな意識を露呈しまくった挙句に、僕の、その、読み取り、僕の人間、なんか、なんだ、なんつうか僕のことを下げてくるみたいな、ゆとり世代だからとか、読み取り方が悪いみたいなことを、僕の方を下げてくるみたいな、くすーぶをかましてきた。で、でも、ムカついたっていう話を最近やってるんですけど、 ま、これが何、何、なんでこれがおかしいのかっていう話をちょっとそこからまあ解説していこうかなと思います。あの、りょうはゆとり世代だからノリがなっちゃいないなっていうふうに思いますっていうふうに言ってきたんですよ、この人は。で、これ似たようなことを昔言われたことがあって、まあ、僕の嫌いな人間、高校生の時に知り合った嫌いなネット上で嫌いな人間で、清田くんってやつがいるんだけど、こいつがなんか僕に対してその持ちかけてきた話、笑いっていうのを僕が、 それに対して、その、乗らなかったら、結構しつ、乗らなかったって結構しつごく言われて、まあ、うんざいしてるところもあったんだけど、その、清田んが持ち出してきた話に僕が乗らなかったら、こいつ、空気読めねえって言ってきたりしたんだよね。俺、せっかく楽しい話を持ち帰ったのに、それ乗ってこないから空気が読めないっていうふうに、僕のことを責めるみたいなことを言ってきたんだよね。その、空気読めねえってさ、あの、例えば、その、クラスメイトで何人かいる中で、 その、あ、いる、数人いる中で、グループの中で、その空気っていうのをがあって、それを保つ、その空気をいい状態で保つ義務が、まあ、暗黙の義務がそこにいるメンバー全員にあるっていう、いうのはあるのかもしれないけど、ネット上で1対1だったら空気もクソもねえだっていう,うに思う、思ったっていう。そのグループの中でのその空気を共有するっていう暗黙の義務の中で,での会話のメソッドっていうのが、 こういう、マンツーマンでも通用するっていう風に、まあ、区別できてねえから、そんなこと言ったんだろうなっていう風に思ったっていう話がこの動画なんですけど、要はさ、まあ、相手の方を下げる。自分が楽しいと思って持ち出した話が相手に受けなかったの、受けなかったの理由にして相手を下げるっていうのは、そう、自分の心を守るためのある種の自己防衛本能みたいなところもあるんだろうなっていう風に思うんですよ。俺が悪いんじゃない。相手が悪い。相手が、そのノリが悪いから、空気が読めねえから相手が悪いんだっていう風に考えるっていう、言うね。 まあ、それって、まあ、すげえクソみたいな考えだなと思うんだけど。うん。まあ、そういうとこですよ。ただ、僕、逆もあんのかもなっていうところもあって、逆に、僕が当時、まあ、17、18の時に、僕が清田くんに持ち出した笑いっていうのが、清田くんは正直それ面白いと思わなかったのに、まあ、空気を良くするために、ええー、面白いじゃんっていうふうに乗って、乗っか,かってきてくれてたところもあんのかなっていうふうに、思いますわ。もしかしたら。まあ、それだったら僕も申し訳なかったなっていうふうに思うところもある。 まあ単純に僕と清田くんって、まあ、相性が悪いんだろうなって思ったな。まあちょっと喉の調子悪くてすいません。で、で、りんごさんね。まありんごさんが持ち出してきた漫画っていうのを僕がその受けなかったから、それノリが、ノリがなっちゃいないっていう風に僕のことを責めてきたけど、その空気読めねえとかさの、空気とかノリとかっていうのは、うん、会社だとか、その学校だとか、そのクラスだとか、そういう数人グループのな、ね、中で、 楽しい空気を維持するための暗黙の、その、暗黙の義務みたいなのがあると思うんです。そういうもんだと思うんですよね。まあこれもクソだと思うけど、そういう場面だったらまだわかるんだよ。まだわかる。で、ネット上でマンツーマンでしかも、俺の表現、創作物っていうのを見てくれっていうふに見せて、それで受けなかったのを相手のせいにするってさ。要は、それって、そういうふうに考えるのって、表現者の意識になりきれてないんだよ、意識が。 一般人なんだよ、一般人。まあ、どういうことかっついうと、今回言うその一般人っていうのは、その、舞台の上に立ってる人間の考え方じゃないんだよ。観客席に座ってる立場の人間の関係考え方なんだよ。あの、あの、その場の空気を良くするため、楽しいっていう空気のために、その乗っかってきてくださいっていう、そういう忖度を観客の方に、砂っから求めてんだよね。読み手の読者の方に。 僕はね、あの、表現者っていうのはもっとストイックな存在だと思ってて、完全に自分の実力だけで面白いと思わせられるかどうか。思わせたら勝ちだし、思わせなかったら負けっていう、すげえシンプルな話だと思ってんだよ。だから、まあ、僕もリンゴさんにさ、まあ、まあ、人に漫画、自分の漫画見せて、見せたりするんですけど、それつまんねえって思ったんだた、思ったんだったらつまんねえって言ってくれていいっていうスタンスなんですよね。全然言ってくれて、素直に言ってくれていいって思ってる。 無理して面白くねえって思ったのに、無理して面白いっていう風に言ってもらわなくても構わないっても、もらう必要はないって思ってるんですよ、ね。ですよね。だって、意味がないじゃん。だからそう、無理して面白がってもらっても、嘘をつ、嘘をついてまで評価してもらっても、意味がないじゃん。だから、面白いって思わせられなかったら、まあ自分の実力不足だなっていう風に判断してるんですよ。で、りんごさんからも、まありょうさんの漫画面白くないっすねって言わでも別に怒んないじゃん。あの、どこが面白くねえんだよっていう風に、そう、怒り返すみたいなことしないじゃん。なんでか動だいうと、らなんだよね。 そんなことで切れるのって。まあ、そんな役におうってさ。それは自分がその面白いと思わされるような作品を作ることはできなかった。まあ、自分の実力不足ってだけの話で読み手の方は悪くないんだよね。読み手は素直な気持ちで、まあ、面白いか面白くないかっていうのは素直に言ったんだから。あの、分析のために聞くのはありだけどね。まあ、その作品を分析するためにどこが面白くないんですかっていうふうに聞くのはありだけど、 目先の自分のプライドを守るために、そういうふうに、まあ、どこが面白いねって言うんだよっていうふうに切るのとか、まあ、言語道断ありえないですよ。意味がないし。失敗からと思ってる。で、まあ、リンゴさんがやってきたのはそれなんだよな。まあ、まあ、リンゴさんがね、そういう僕に対してそのベンジョちゃんの漫画で受けなかったから、まあ、その下田が気持ち悪いという話をしたんですよ、僕は。そういうふうに感想を言ったんですよ。そしたらリンゴさんが、まあ、じゃあ,あ、荒れちゃんとかのうんこネタもダメなんですかっていうふうに聞いてきたんですよね。この質問は、 あの、分析のための質問じゃなかったんだよ。自分のプライドのための質問だったんですよね。なんであら井ちゃんは OK なのに、俺のベンジョちゃんはダメなんだよ、この野郎、みたいな。そういう自分のプライドを守るための、その、相手を下げる。相手の、まあ、その、相手の認識から、まあ、その、矛盾を探ろうとするための質問だったんだよ。まあ、僕はその、荒井ちゃんはどうなんですかって聞かれて、まあ、リアリティラインの話をしたんですよね。 アライちゃんはリアリティライン低めでギャグの世界だから、まあ、あの、シマネタでも面白いけど、リンゴさんのベンジョちゃんはリアリティライン高めの上でシマネタやってるから気持ち悪いっていう話を、まあ、その、僕なりの考察、まあ、その、感性で、まあ、その感想を言ったら、そしたらリンゴさんが、そもそもリアルだと捉える方が気持ち悪いですねっていうふうに言い返してきたんだよね。あの、その言い返しなんか意味ありますあの、お前の方が気持ち悪いっていうふうに言い返すのってさ、これ一般人同士の口喧嘩で言い返す時の言葉じゃん。 表現者が読者に対して言うことじゃないんだよ。まあ、なんでか、その、まあ、喧嘩の時にうるせえお前の気持ち悪いっていうふうに言い返すのはわかるんだけど、自分のプレイを守るために言うのはわかるんだけど、あのー、なんだっけ、そもそもの需要っていうのが、あの、まあ、読者ってのは、その、作品を楽しみたい。で、表現者は、俺の作品を認めてもらいたいっていうことじゃないですか。僕の場合はその、読者っていうよりは、まあ、その、楽しみたくて見ようんだっていうよりは見せられたから素直な感想言ったって立場だけど、うん。 だから僕の感性ではこの漫画気持ち悪いっていうふうに思った。で、別に僕のこの漫画面白かろうと面白くなかろうとどうでもいいんですよ、僕は。どっちでもいい。別に僕にデメリットもメリットもないし。で、それに対してデメリットが発生するのって表現者ではリンゴさんの方じゃん。俺の作品が浮きなかった、む悔しいっていう。まあ、悔しいっていうので、気持ち悪いって思われて悔しいっていうふうに思った立場じゃないですか。で、それを僕に対して、いや、お前の方が気持ち悪いんだよってい言い返して、それなんか意味あるんですか別に、 僕の感性が気持ち悪いって思われても別に僕にデメット、デメットになんないもん。ああ、そういう風に思われたんだなって思うだけ。そんだなんだんだよね。まあ、表現者の意識じゃないから、そんな、まあ一般人同士の口喧嘩の時の、その言い返しみたいな言葉が出てくるんだよね。で、うん。まあそもそも、以前僕が、まあリンゴさんの漫画ってリアルじゃないっていう風に、 ま、国評したらそれに対して怒ったんだけど、まあ、今回はそのリアルだと受け取った上で国評したらそれに対して怒るみたいな、結局矛盾してんじゃねえかよ。要は、そう、どう受け取ってほしいかっていうのは、リアルと、リアルにリアルに受け取ってほしいとかそういう話じゃなくて、高評価されたいっていうだけじゃん。高評価されたいっていうのは、ま、前提としては低評価されたら、その後天的に、そのリアルに受け取らない方が悪い、リアルに受け取る方が悪いっていう、相手の方に理由を見つけ出すっていう考え方に移行してるだけなんだよね。 で、リンゴさんが僕によく言ってくるのが、まあ、リョウ様は、その、感覚で楽しむっていうのがないですよね。批判ばっかりして楽しんでますよねっていうふうに言ってきたりする、したんだけど、まあ、これでちょっと似たような、あれがあったなっていうのが、あの、歌丸さんっていう映画デビューアーの方のその、まあ、映画国評で、批評で、あの、サラバイタウの大統領っていうギャグ映画に対して、まあ、その、デビューしてる動画があるんですよね。まあ、僕はその映画まだ見てないんですけど、その冒頭で、 あの、この映画はギャグ、ギャグ映画なんで、アホになって見てください。インディーブって批判なんてしないでくださいみたいなことをテロップを流すらしいんですよ。流したらしいんですよね。で、それに対して歌丸さんが、まあ、め、まあ、怒って、いや、面白いって思わせるのは、あんたの仕事でしょっていうふうに、まあ、怒ってたんだけど、まあ、その通りだよね。まあ、その、お笑いを提供している鍋ベさんとかのさ、お笑い芸人の立場からすると、まあ、その、お、笑いを見せてるのに笑、笑いもせずに、 いや、ここがこうでこれおかしいですよね、みたいな。非評化する人ってのは、頭が固くて、その、頭が固くて、まあ、意地悪意地悪で、なんか、重箱の隅をつつくようなことばっかり言ってきてる嫌な奴に見えるのかもしんないけど、別にそういう批判をする人って、別に意地悪で言ってるわけじゃなくて、もう素直につまんねえから、そのつまんねえ理由を探してるだけなんだよね。あの、で、りんごさんが僕に対して、その、りょう様は感覚で楽しむっていうのはないですよね、っていうふうに言ってきてけど、別にそんなことないです、僕は。 普通に話しとして矛盾してるけど感覚で楽しむっていうことを優先すること普通にあります。あ例えて言うなら君の名はとかもそうだし、君の名はってあの、二人の入れ替わりに関して実はある図で、ある秘密のある図でがあって、途中でその秘密が明かされるっていうのがあって、で、まあその批判家の意見で、その、いや、この二人がその図でに気づかないのはおかしいだろうっていうふうに、 意見をよく見たんだけど、僕、そういうの気づいてたけど気になんなかったっすね。なんでかっていうと、面白かったから。その、作品っていうのは、創作物っていうのは、そもそも現実的な観点から考えると、その、道徳的、あるいは物理的に、あの、破綻してるってし、おかしいところがあるのは当然なんだよね。それをスルーしてんだよ。わか気づいたい気づいてる場合もあれば、その気づかない場合もあるんだけど、気づいてる上でスルーする場合って普通にあるんだよ。なんでかっつうと、 それが気にならないぐらい話が面白いから。面白さの方が上回ったから、そういう矛盾点が気にならなくなるんですよね。で、矛盾点を指摘するのは、面白くねえからなんだよ。矛盾してるからじゃなくて。で、面白かったら矛盾点が気にならない。矛盾点が気にな,んな,気になってしまうのは、話が面白くないから。っていうことなんですよね。まあ最近、ね、まあそのいろんな人の意見を見れるような、そのエンタメ。 のある、見れる場所っていうのを、最近僕が見たいのが、そのジャンプラスっていうアプリなんだけど、ね、その、幼稚園ウォーズっていう最近始まった漫画で、ま幼稚園ウォーズっていう漫画、その、幼稚園の保育士の先生たちは実は殺し屋で、その、幼稚園児を、ま、そ狙ってくる殺し屋から守ってる、実は守ってる殺しまくってるっていう、そのコメディ漫画なんだけど、その、まあ、面白かったんだけど、そのコメントなんで、あの、 に道徳的、倫理的な観点から受け付けないっていう批判が2割か3割ぐらいあったんですよね。あの、まあ、殺し自体をコ,コミカルに描きすぎっていうところだとか、あの、幼児っていう非、完全に非語の対象、まあ、存在を、そういう殺しっていう殺伐の、殺伐した環境に、まあ、近くに置くのはどうなんだっていう、そう、倫理的に受け付けないっていう意見が結構参見されたんですよね。まあ、に、参見とか2割か3割ぐらいあって、 あ,あそういうのは気になってしまう人もいるんだなっていうふうに、まあ見てて思った。僕はそのよういうのに面白いと思ったから。それで言うんだったら、まあ坂本デイズとかスパイファミリーとかもそう、まあその条件が該当すると思うんだけど、それに関してはどうなんだろうなっていうふうに思った。でも、それは面白いけど、幼稚園ウォーズは受け付けないっていう人がいるんだとしたら、それはなんか、そこになんか条件の違いによる理由っていうのがなんかあるんだろうなっていうふうに思います。思うし、あと、他に、知恵の恋は初めてっていうね、漫画があって、 これ、巨大化した女子高生とだ普通の男子高校生の、ちょっとラブコメみ,みたいな話なんだけど、これもコメントなんでさ、あの、2割か3割くらい、そう、物理的に、物理的な観点からの批判がある、あったりするんですよね。もうこの巨体でこの窓の中に入るのはおかしいだろうとか、もうこの巨体でこういうアクションをするとこういう風になってしまうのにな、そういう風にならないのおかしいだろうとか、そう、その、なんだっけ、その、 法的にどうとか、なんかそういう物理的、あるいは法的な観点からの突っ込みっていうのが、まあ、2割か3割ぐらいあって、僕ね、あの、なんか見てて野暮だなーっていうふうに思ったりはしますよ。だって、この話が一番に描きたいのは、その、巨大化した女の子と、その男子高校生の、まあ、恋愛模様が一番であって、その法的、物理的な法則からの、まあ、設定なんてのは二の次じゃん。だって、そこが一番重要なわけじゃないんだから、まあ、 僕も見てて、まあおかしいなっていう風に気づくところがあっても、その上でスルーしてるところもあるんですよね。なんでかっていうと、一番重要なのはこっちだって、それがまあ面白いから、そこに突っ込むのは野暮っていうところだなっていう風に思うんだけど、まあ、その人たちはまあどうしてもそこが気になっちゃうんだろうなっていう。気になってしまうのはその人たちが悪いってわけじゃなくて、その人たちの感性だと、そこが重要なんだろうねっていう。だからこの漫画が面白いって思えないんだろうなっていう。 感じっすね。まあ、それって感性ってほんと一筋なんですよね。まあ、その、は、女の子が裸にされて、ひんむかれるみたいなシーンもさ、喜ぶ人もいれば怒る人もいるじゃないですか。怒る人が悪いとかじゃなくて、その人内の,の価値観だったり感性によって、そのいう受け取り方が違うっていうだけなんだよね。だけ。で、まあ、まあ、ジャンプラスの漫画で、破サまあ、ここ数ヶ月で始まったクソみたいな漫画で、その、なんだっけ、こう、俺の、なんだっけ、 僕の武器は攻撃力を一度入るしかなないいみたいなそのどっかでもう100回みたいな七尾テンプレで詰め込んだ上にクソ面白くない漫画が始まってこれがまあコメントでめっちゃ戦えてんだけど、まあ、ここがおかしいここがおかしいっていう風に色々言われてんだけど、まあ、主人公の感覚価値観もそうだしその王政の描き方その社会の描き方だとか、まあ、人間の心理描写とかも物理的にどう法則もどうとかそめっちゃ戦いまくって,てたんだけど。 まあそういう矛盾っていうのは別に他の漫画でもあり得たりするんだよね。なんでこんな風に戦えるこの作品がこんなに戦えるのかっていうと、まあ単純に面白くねえからなんだよ。面白くねえから、面白くないという風に感じた上でその理由を探した、こういう風に、まあまあして、まあ悪いとこばかり指摘される結果になるんだよね。要はそういう話なんですよ。あの、バックトゥーザ・フューチャーだってさ、まあ真面目に考えたら、まあその、このタイムパラディックスがこういう風に起きるのっておかしくねっていう風に、 なるとこいっぱいあるわ。でも気になん、そういうのが気になんないのは面白いから。じゃん。まあ、シンウルトラマンで、その女性がね、巨大化させられるシーンがあったんだけど、あの、人間の、その体組織で、あの体格になるとその、そもそも、その細胞が、その重力に、そのあ、重力に適応できないとか、そんなの、確かなかったっけっていうふうに、見てて思ったわ。見てて思ったけど、別にそういう批判しないのは、別に重要じゃないからなんだよ。話が面白いからなんだよ。で、 ま、リンゴさんが僕に対して、まあ、リョさ様は感覚で楽しむってことができないですよねっていうふうに思うってことは、思うのは、まあ、リンゴさんの出してくる作品が基本的に面白くないのばっかだからそういう反応にばっかになってしまうってだけなんだよね。それをリンゴさんの死体から僕っていう人間を見るとそういう人間だよねっていうふうに見えちゃうだけなんですよ。まあ、さっき話したね、その、さらばいたしろの大,大統領のオープニングテロップで、その、アホにやってみてください。その、インテーブって批判なんてしないでください。笑ってくださいっていう。 その、なんか、主張っていうのが、もうそうなんだけど、あのさ、別に意地悪で批判してんじゃなくて、素直に面白くないと思ったから面白くないって言ってるだけですよ、ね、批判家っていうのは。ね。あのさ、また、結局その意識っていうのは、あの、クラスのムードメーカー的なやつが、やつで、そのクラスのみんなを笑わせるのが得意なやつが、得意なやつが、俺ってこんな風に笑わせるのが得意だったら芸人になれるんじゃねえのっていう風に、まあ、勘違いしちゃって、 でも、そのクラスメイトっていうのは、そのムードを楽しみたい、クラスの楽しい雰囲気を楽しみたいっていうのがあったり、その仲間だから、友達だから、そういう風に、まあ、ちょっと多少無意識に忖度してるとかがあって、でも、お笑いの舞台を見に来たお客さんっていうのは、そういう忖度がそもそもない、ハンデがない、完全に赤の他人なんだよ。そういう人たちに、もう自分の実力だけで勝負しないその、笑わせなきゃいけないっていうのは、いう話だから、も、ま、う、あ、そのクラスメイトを笑わせるのと、 舞台で、舞台でお客さんを笑わせるのって、完全に話が違うんだよね。それを混同してるから、その区別ができてねえから、もう、インティブって批判なんてしないでくださいみたいな言葉が出てくるんだよ。でリンゴさんもそのパターンじゃん。まあ、あの、俺の作、まあ、俺の作品を、まあがその、楽しんでくれない読者が悪いみたいな、意識な、意識じゃないですか。あのさ、まあ、要は、そう自分の実力だけで勝負しようっていう意識が鼻からないんだよ。 ま、ジャイアンディサイドなんだよ、要は。あの、ジャイアンって、ま、いろんなやつ集めて歌聞かせて気持ちよくなりたいっていうことをやりだしたりするじゃん。で、歌下手くそっていう風に言ったり、その嫌がったりしたら、ま、怒って、暴力振るったりして、そういう、面白いっていう風に、あ違う、あの、歌上手いっていう風に褒めてくれる、高評価されるま、させるまでに、その強制したりするじゃないですか。で、自分が歌上手くなるために練習しようとか、 まあ自分の素直な実力を聞かせたいとかじゃないんだよ。俺のことを喜ばせやがれ、お前らっていうスタンスなんだよね。だから、表現者の意識じゃないんだよ。ジャイアンなんだよ、ジャイアン。あと、その自分の伝えたかったものがその伝わんなかったってことに対して、その客のせいにするとかさ、あの、それ、な、誰の不都合なのそれは。誰の不都合なのかっていうと、別に客は何も困らないんだよ、そういう読み取れなかったことによって。ま、あつまねえなって思って終わりって。で そうそれで、ちゃんと伝えたいものが伝わらなかったっていうのは、その、表現者側の不都合でしょ。じゃあ、自分がうまく伝えられるように工夫しなきゃいけないってだけの話じゃん。なって、なんで伝わらなかったかっていうのかっていうと、まあ、その伝え方が下手、あるいは面白くないから。逆に、面白かったら、そう、作品が面白かったら、その、作者が伝えようとした意図以上のものを、客が、読者が受け取ろうとするんですよね。勝手にいろいろ考察しまくって。まあ、読、その、 作り手がこんな風に考えてたんじゃないのか、こういうメッセージを込めてたんじゃないのかっていう、も、ま、う、あ、作り手が想像してた以上のことを、まあ受け取っ、受け取る流れになるんですよ。そういう風にならずに、その、伝えたく、その、最低限伝えたかったものすら伝わらないってことは、単純に、その作品が面白くないから、ってだけの話。で、次、嫌なら見るなって話なんだけど、あの、 嫌なら見るな本質っていうのはさ、まあその作り手側の側の嫌なら見るなっていう本質っていうのは、まあその嫌がるんだったら見ない方がいいですよっていうその読者のため客のことを考えての言葉じゃないんだよ。自分が悪口言われたくねえっていう、言われたくねえからお前らはその、俺の作品を見に来るっていうのをやめるっていう選択をお前らがしろっていう話なんだよね。 話なんだけど、それもかなりずれてんなって思ってきたんだよ、30手前にあって。まあ、もうこの価値観固まってきて、いや、違うなっていうふうに、まあ答えが出てきて。だってさ、あの、表現し表現物を、まあ、世に出すってことは、そのまあ、人に見てもらいたいからやってんでしょ。で、それに対して、それの宣伝とかも自分がやってきたんでしょ。やった上で、で、人の目に触れて、じゃあ見てみようかなっていうふうに見に来た人も、まあ、いたりしてさ、いたりして、その上で面白くねつまんなかったっていうふうに、 いう意見が出るだけじゃん。そう、自分がそういうふうに宣伝しまくっといて、で、悪い評価になった人間だけ、いや、お前らは来んなっていうのは、それ筋が違うでしょ。筋が違う。まあ、確かに中には、わ悪口言うために寄ってきてるやつとかも、見に行くとかも、やつとかもいるけど。でも、そういう世に出すっていうのは、そういう勝負に出るっていう言葉なんだよ。あの、嫌なら見るなじゃないんだよ。嫌って言われるのが嫌だったら、出さなきゃいいんだよ。 そもそも嫌って言われるのが誰の不都合なのかっていうと、創作者側の不都合じゃん。あの、読み手の方は本当に嫌だったら見に来ないし、見に来て嫌って言うのっていうのは、それなりに本人たちはそれで納得して考えがあって、それに対する納得して、まあ自分の満足のために、その見た上で文句言うっていう、批判するっていうところまで、本人はそう、自分の満足の、その人たちは自分の満足のために選択してるんだよ。で、その上で発生する不都合、どっちに不都合が発生するのかっていうと、まあ表現者側、 まあ悪口言われたら低評価されたらムカつくっていう悔しいっていう気持ち。で、その上でどうするのかっていう選択肢は自分の方にあるんだよ。読者の方じゃないんですよ。自分の方にあるんですよ。で、そこで現れる選択肢、ある選択肢っていうのはもう出すのをやめる。表現するのをやめるか、あの、自分の心を鍛えるかのどっちか。で、僕は一応自分の心を鍛える方がいいなっていうふうに、まあ、まあう、う答えが出たんで、まあ別につまんねていうふうに思うんだったら別につまんって言ってくれていいです。別に僕も まあその批判に対して、まあ耐えるだけの心を持つようにするんでっていうスタンスでは、まあ言いますっていうね。ただ、まあ嫌ならみなっていうふうにムカつく気持ちも分かんなくもない。僕はね、あの、昔、二十歳ぐらいの時かな、そのブログやってたんですけど当時、僕のブログに特、その匿名で悪口書いてくるやつっていうのがいて、 まあ、その、僕の人間性を批判してくるみたいなこと、つがいて、で、そいつが途中で話切り替えてきて、お前の漫画読んだけど、お前には才能を出そみたいな感じのこと言ってきたんだよね。うん。そいつ僕の漫画の感想を言いたくて来たんじゃないんだよ。僕の悪口を言いたくて、悪口を言う材料、言うための材料として、その、全然関係ない話、僕が出した漫画っていうのを持ち出してきたんだね。こいつすげえ、なんか卑怯だなと思って。 匿名だし。まあ、すげえ当時ムカついたんだけど、まあ僕がその時はまあ、ちょっと若かったっていうか、意識が低かったんだなっていう風に思ってます。今ではまあ腹くくって、まあ、腹くくってます。腹くくって、まあ何言われてもしょうがないっていうスタンスいるし、まあそもそも、その匿名だとか、その客だとかっていうのは、所詮、あの、表現者にとって、その対等に対応するべき人間じゃないんだよね。ガヤなんだよ、ガヤ。まあガヤだし、その、 まあ一つの意見として受け取るっていうふうに、まあ、ところですると、まあ、するス,ス,スキルが僕の方に、自分の方に必要だったんだなっていうふうに、まあ、反省してますっていうのが、まあ、そういう感じです。まあ、嫌なら見るなっていうのは、まあ、筋が違うっていうのと、あとは三つ目で、文句あんならお前が作ってみようってう話。あのさ、あの、俺は頑張って作ったのに、こんなふうに、 頑張って作ったのに、それに対して文句言うやつは昔、そんな風に言うんだったら、お前が作ってみたらどうなんだっていう考え方ね。あの、まあ、これもま、あ筋が違う。あの、三分の一っていう映画の中で、お前ら映画好きが映画撮ったことねえくせに、自分が作ったことねえくせに文句ばっか付きやがってみたいなセリフがあるんですよ。で、そのセリフに対して宇多丸さんが、いや、それは違うんじゃないですかっていう風に、ま、突っ込んでたりしたんだけど、うん。 で、歌村さんがこれに対してラーメン屋に叩いてたんで、まあ、僕もちょっとラーメンに叩いるとしたら、あのね、例えば友達が遊びに来てラーメン作ってくれよっていう、腹減ったからラーメン作ってくれよっていうふうに言ってきて、で、作ってやったらまずいっていうふうに文句言ってきて、文句言ってきて、じゃあお前作れやっていうふうに、お前が作れやっていうふうに言うんだったらわかるんだよ。それだったらね。そんな筋合いないじゃんっていう。もうそもそもラーメン作ってやる筋合いがねえだろうっていう話で。でもこれが、あの、プロのラーメン屋、ラーメン職人を営んでる人、 が、その、お客さんがやってきて、そのラーメン食わせてまずいっていう風に言われたら、それはあんた、あの、おも、じゃあお前が作ってみようっていう風に言うのはおかしいじゃん。だって、ラーメン職人っていうのは、あんたが選んだ道でしょ。その人生でラーメン作りを極めたいっていう。そしたらもう、普通の人より、他の人よりも、うまいラーメン作れるのは当然じゃないですか。その、その、客の方だって、それを、プロに対してある程度の期待をした上で、その来たのに関わらず、その人が満足するだけのラーメン作る。 提供でできななかかっっったんだそそれ自分の事情からんないっててい話でその別にラーメン作りの,の素人に対してじゃあお前が作ってみよっていうのは筋が違うでしょっていうまあそれはそれは通ってないじゃん、まあ、ただ若い時とかまあ、さっきの嫌なら見るなに関してもそうだけどさまあ文句言うなはお前が作ってみようとかに関してもそうだけど若い時とか身近な時に言うんだったらまあしょうがないと思うんだよねまあ若い頃だったらまあ3分の1の監督も多分当時は未熟だったんだろうなっていうふうに思いますよ 若い子とかが言うんだったらしょうがないけど、ある程度一定の創作活動を続けてきた人間がそれを言うのはちょっと、まあちょっと、まあ違うんじゃねえのっていう。なんであんた、その、単純にその意識が低いと思うが。まあ例えばさ、まあ何言われたかにもよるけどね、例えば客が、まあこんなんだったら誰でも作れるとか、俺でも作れるとか、 あんたそんな簡単な仕事でいいな、みたいな風に、そういうことを言ってきたんだったら、言われたんだったら、じゃあお前が作ってみろっていう風に言うのもまだわかるわ。まあそうでもないにして、そこまで言われたわけでもなく、まあこれつまんねえなっていう風に、面白くねえなっていう風に、言われたことに対してじゃあお前が作ってみろっていう風に言うのは、まあ違うでしょ。っていう話なんだよね。話。ただ、ただまあムカつくっていう気持ちがもう確かにわかる。っていうのも、そういう見方もあります。で あの、映画当たり屋のヨッシーさんが、ヨッシーさんって方がいるんだけど、この人鬼滅の刃にめっちゃ叩いてて、で、その、ここがこうでおかしい、こうっていうのをめっちゃ言ってて、で、その上で、私が考えた鬼滅の刃はこうですっていうふに、まあ、ここは、この設定はこうしてこうしてこういうふうにした方が良かった。どうですどうです私が考えた鬼滅の刃っていうふに言ってて、言ってたんだけど、いや、でも、あんた作ってねえじゃんっていうふに僕思ったわ。あの、 さあ、漫画なんてのは、その、まあ、長期連載でさ、まあ、その、まあ、こっちにしまあさ、そう、手こ入れとかしなくて、まあ、こういう風にした方がいいじゃないこういう風にしていった方がいいんじゃないかとか、まあ、映画みたいに一本完成した形じゃなくて、その、途中経過であれこれ変えていった先に、やっていくわけだから、途中、途中でどっか歪なところで出てくるの、当然で。でも、そういう作り手側の葛藤とか、ゼロから何かを作った人間の努力っていうのは、所詮批判する立場には、 まあ分かんんんなないもんなんだよ、ね、批判する人間はそ完成したやつに対してその後のそっからそいびつさを見つけるっていうすげえ楽な立場じゃんそもそも立場は全然違うじゃんっていうのはまあ確かにあるでもその,その本人も吉井さんもそういうの分かってんだろうなっていうのはあるけどね分かってる上で言ってるところもあるんだろうなっていう感じだけどでもまあその話じですよあのさあ,あのたまにその作品のファンあたりがその批判家に対してさでもこの人たちは頑張って作ったんですよとか抜かしてくるやつたまにいるんだけど いや、知らねえよ、頑張りとかさ。そいつらの頑張りとか。知ったこっちゃないじゃん。あの、確かにね、映画一本作るのにその、たくさんの、ま、人が動い,動いて、たくさんの金使って何、何百日もかけて、その、一本作り上げるのに、たくさんの、まあ、膨大な時間が、まあ、その、人とか、まあ、人、金、時間が動い,動いた上で出来上がったものに対して見る側は、その1500円だけ払って、まあ、2時間見ただけで、まあ、クソ映画というふうに一言、 悪く言ったりするみたいな。その辺の、その、なんか、かける量っていう、かける質量が全然違うけど、でもそういうもんじゃん。逆なんだよ、むしろ。あの、そんだけ人を動かして金使って時間もかけて作ったのにもかかわらずそんなクソみたいな出来だから悪いんだろう。そっちの方が問題だろうかっていう話なんだよね。逆に僕もそうで、僕もあの、僕が漫画描くのにまあかける時間って50時間とか1 0 0時間とかかけたりするけど、 そう、読む側は3分で読み飛ばしてつまんねえっていう風に言って終わりだったりするじゃないですか。まあ、するのもまあ、それ当然なんだよね。別に僕、その3分以上のものを求めてないし。まあ、100時間500、50時間、100時間かけて漫画を描くっていうのは僕が勝手にやってることじゃないですか。その僕の頑張りを分かってほしいなんて言わねえんだよ。だって僕の頑張り、僕が頑張りなんて、読者に関係ないじゃん。あのさ、要はそこなんだよね。まあ、リンゴさんが言ってるのは、 俺の実力を見てくれじゃないんだよ。俺の頑張りを見てくれなんだよ。要は一般人の意識なんだよね。まあ、結局。表現者の意識じゃないんだよ。まあ、結局甘えてんだよね。そう、まあ、その客に対して。うん。あの、客は、あ、作り手の頑張りに目を向けてやる筋合いはないです。単純にその作品が面白いかどうかっていうのが一番大事、要なのに。まあ、要、確かにその中にはそ、その、作り手の頑張りを見ようとする人も中にはいるかもしれない。でもそれってただの忖度だよね。 何客の忖度に鼻から期待してんだよっていう話なんだよ。まあ、そう、さっき、ちょっとさっき、あの、世に出した以上批判されるのはしょうがねえっていう、だからその心を鍛えるべきみたいな話したんだけど、まあその批判する方も批判する方で、まあみんなが楽しんでる中に、そのわざわざ水差しに行くのもどうなんだっていう見方も確かにあるんだよね。僕もそういうふうに思ってるから、そのベンジョちゃんにも感謝も何も言わなかったのに、まあそっちが見せてくるが見せてきたもんさしは感想を言ったら逆言してきてってさ、あの、 僕ね、あの、ピョクランさんっていう漫画家さんに、僕の漫画見てくださいって、かなりしつこく言って、まあ、しつこく言って読んでもらって、で、ま、結晶結晶に言い返されましたよって。でも、それしょうがないじゃん。でも、それで怒るなんてことは絶対ありえないんだよ。だって僕が無理言って見てもらったんだから。その上で面白いっていうふうに、か、面白いって思わせたらもうこんなふうに言ってこなかったんだけど、まあ、そういうふうに思わせることは僕ができなかったから、こういう結果にこういうふうにいわゆる、まあ、形にな、結果になったんだよね。まあ、それに対して感謝こそすで怒るなんていうのは絶対ありえないんだよね。 だって僕が無理言って見てもらってんだから。それす、それで怒るのは筋が違うのにリンゴさんが僕に対して怒ってきたんだよね。勝手に言てじゃあなんで怒ったのかというと、まあ、今回話した通り。まあ、要は、表現者としては意識になってねえからなんだよ。この人の、まあ、あのさ、実力じゃなくて頑張りを評価してくださいっていうスタンスなんだよね。あの、なんでこっちがそんな忖度してやんなきゃいけねえんだよって話する気ねえよ、そんなもん。僕が忖度してやるのは、若い子だけ。 身近な子とか未成年とか若い子とか新人さんだとかそういう始めたば、創作始めたばっかみたいなそう素人とかそういう子にだけそう、そういう子だったら僕はその辺の感情とかも気遣ってちょっと優しい言い方するかもしれないけどなんであの僕より年上で20年近くも創作やっててやってる人間に対してこっちがその日尊敬とかしてやんないといけねえんだよって話でっていうかもう20年も創作やっててまだその意識にさ到達してねえのかそっちの方が問題だろうなっていう何読者のせいにしてんだよっていう 話でさ。まあ、そんな感じだよね。もう、クラスメイトを笑わせる、属会社のみ、た友達、の仲間を笑わせるのと、まあ、笑わせる空気を作るのと、あの、まあ、観客、舞台から観客に対して自分の事力で笑わせるのとは、全然話が違うのに。それの区別もできていいからこんな意識のまんまなんだろうね。っていうね。あのさ、まあ、ぶっちゃけに、批判されるのがそんなに気にかないんだったらさ、あの、自分のことを認めてくれる味方だとか、その仲間うちにだけ見せてれば、 まあ少なくとも僕にさえ見せなかったら僕はこんなきついことを評価したいはしねえと思うんで、そんなふうに、まあきついことを言われるのが嫌だったら僕に対して見せないっていう選択もあります。僕もあんまりちょっとその楽しんでる人たちの中にその水差しに行くのもちょっとどうかなっていうふうに、気持ちもまだ残ってるんだから、あるから、っていうのもあるし、まだから、そんな感じですよ。お母さんにでも見せてれば褒めてほしいんだと。 っていう感じですね。で、これから、その、表現者を表現、表現者とか創作者、クリエイターを目指す人たち。まあ、漫画書きでも、イラストレーターでも、小説書きでも、まあ、役者でも芸人でも何でもいいけど、そういう、なんか自分がコンテンツを提供することによって、そう、こう、まあ、評価してもらおうっていう立場になろうというふうに目指している人たちは、まあ、こんな価値観の人間だけはなんないように気をつけてください。まあ、最初はいいかもしんない。若い、最初だけはまあ、許されるかもしんないけど、 いつかは払拭しなきゃいけない、いつかは卒業しなきゃいけない考え方だと思うんで、でいつかそういう,うに、まあそに考え方を改める、意識を改めるっていう風にやんないと、まあ、こんな風になっちゃいますよっていう感じなんで、今気をつけてくださいっていう話です。まあ、今回の話はいいと思ったぐっと言われても、バッとお願いします。のどいてやな。